自然の感じ。1、2、3、4、5。払います。止めます。広場。広い家。広告。のとはらについてお話しします。のもはらも同じような意味の漢字です。詳しく見ていくと、野は自然にできた平らな土地といった漢字で、原は平らな野を開墾した土地、開けたところ、広いところという意味です。漢字一文字で使うことはほとんどなくて、他の漢字と組み合わせて使うことが多いです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。右斜め上に払います。跳ねます。のいちご。野宿。野菜。野生。野生のクマ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。跳ねます。払います。止めます。野原。草原。原因。原料。
三、四、五、六、七、八。岩。大きな岩。岩石。溶岩。1、2、3、4、5、6。跳ねます。高さに気をつけます。貯水池。電池。1、2、3、4、5、6、7、8、9。跳ねます。左側を三髄と言います。水関係の漢字に使います。三髄に毎日の毎で海です。一番長く書きます。海。海に行こう。砂があるところも海ですし、石がいっぱいあるところも海です。大きな岩があるようなところも海です。海水浴。海外。1、2、3、4、5、6、7。止めます。払います。谷川。谷間。習った漢字はどんどん使っていきましょう。広い。
の。腹。岩。池。海。谷。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。